おはようございます。こんにちは。こんばんは。赤蔵チューブです。今、北京が封鎖っていうような話を聞いたんだけど、首都圏が封鎖ってすごくでかいよね。だから、例えば東京が封鎖されるなんて言ったら、それはどういうことなんだろうっていうことだよね。そして、まあ、北京がどれだけ大きいかは僕はよくわからないんだけども、周りのね、衛星と言われてる市とか、町とかあると思うんだよね。そういうところから、じゃあ食料とかそういうものはどういう具合に、運ばれていくのかなとかね、そういうことも考えてしまうわけだけれども、すごくね、政治的な混乱、あと経済的な混乱、そして、精神的な混乱、そういうものがね、中国で渦巻いてるわけだけれども、これはもしね、それを意図して何かをした人間がいたとしたら、それはすごく、効果的なことをしてしまったということだよね。だって、まあ、すべてのものがストップするわけでしょう。例えば、爆弾を落とそうが、それから、極端な話って、どんな強力な爆弾、例えば水爆でも何でも落とそうがね、片一方こっちの方は生き残るってことで、そこで生産活動もできるし攻撃もできるわけだけれども、そういうものがガタ落ちになるっていうことだよね。例えば両手がもがれたに、その動物が一生懸命もがいてるっていうようなね、感じにすら見えてくるわけだよね。で、休みが終わってね、大型連休、まあ日本でいうと大型連休が終わって人々が戻っていくときに、とにかく主要な都市が例えば閉じられてるということになると、じゃあそこ入れるの入れないの、あるいは入れる人はどんな人なのっていうようなことになると、それも怖いし、それから封鎖されてるということはそこで何かが起きてるということなので、帰りたくないなって人もいると思うんだよね。そうなると、例えばリゾートにね行ってる、中国の方々がね、で、あ、戻りたくないあるいは日本にいる中国の方がね、いや、これはもう日本にいた方が安全だぞとかね、あるいは台湾にいる人たちがね、こっちの方が医療が、まあ、ちゃんと安定してるからこっちの方が逃げ得だぞとかね、そういうことを考えてるかもしれない。実際そういう話が一つあるのは、台湾から中国に、まあ、チャーター便を出したわけだよね。そして台湾の人たちが戻ってくるためのチャーター便だよね。多分200人ぐらい乗れるのかな、あるいは150人ぐらい乗れるとして、それが戻ってきたらしいんです、中国からね。そしたらその中国のその中に高官が50人も入ってたってわけ。要は中国人が、台湾人じゃなくて中国人が混じってたってことよ。しかも高級官僚だから、医療とか設備の整ったところに逃げようとしてるわけでしょ。トップがそんなこと考えてるとしたら、そしたらその下の方の人たちはもっと考えるよね。つまりその疑心暗鬼だよね。戻っていいもんだろうか、それとも本当に戻りたいだけど入れるんだろうか、あるいは弾かれてしまうんだろうかとかね、そういう問題もある。それだし、帰ったけどどこもここも封鎖されていれば物流が止まってるから、仕事をできるんだろうかできないんだろうか、そもそもなんて話にもなるわけだから、とてもじゃないけどそのこれからのね、中国っていうのに非常にその心配をしてると思うんだよね。それで、それは、まあ、各国もそうであって、まあ、例えば、消毒薬を作る、まあ、会社が日本にあって、その消毒薬を作るんだけど、それを散布するスプレーの瓶っていうのは中国で頼んでるとか、それからマスクを、まあ、日本で増産するにしても、実は中国で日本のマスクも作ってるとかいうことになると、まあ、それはどうなのかって言ったら、それはもう期待できない。そうなってくると、もう世界経済に与える影響というよりも世界の、経済の構造に与える影響が大きくなってくるんだとこれから思うよね。だから例えば少なくともね、生産する半分は自国で賄わなくちゃいけないみたいな感じのね、やっぱりどっかに安全弁みたいなのを設けないと、とてもじゃないけどね、一国がダメになるってこれだけ大変なことになるんだっていうことにもなるわけでしょ。下請けをね、じゃあ、まあいいよ、ベトナムにも回すか、あるいはね、タイに回すのか、それともインドに回すのか、あるいはカンボジアに回すのか、
そういうね、ことも算段しなくちゃいけないのかもしれないけれども、もともとね、日本から出ていった企業がね、あっちうろろ、こっちうろろしてるわけでしょ。なんか少子千万、手や少子千万、要は、しっかりとした、まあ、自分のところで、やれるっていうのは、グローバル化っていうのは、そこが面白いところで、例えば、イギリスでもそうだけれども、まあ、イギリスの税金が高いと、ね、そうしたら、海外出ていくわけだよ。だから、よくね、まあ、野党の人たちはね、法人税を高くしろと。で、個人の税金を安くしろって言うんだけど、法人税をもし、高くしてしまったら、今の状態だと、まあ、外に逃げていくわけだよね。で、それをね、止めるような手段がないと、本社がどん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 海外に移転していくわけでしょ。それで、やりやすいところに逃げてしまうということになると、せっかくその日本で培われていた、商売の仕方というのがどんどん海外に移転されていって、海外は便利になるけど、日本は空洞化していくっていうことにもなるよね。そうすると、ちょうど街なんかでもそうだけど、まあ、人がいなくなった街なんていうのは、そこにはまあコンビニもなければ何もないっていうような状態になって、空洞化していくっていうのと同じで、じゃあ日本が空洞化していいのかってことにもなるわけだね。そのためにね、日本が活性化するために新幹線も作ったし、そして、まあ、いろんなね、ルールがきちっと決められて、きちっと動いてる国がね、こういうことで、そのガタが来ていいもんかっていうこともあるし、世界的に言って、いろんなことでね、頼ってる国というのが一国だけっていうことはね、非常に問題もあるし、これが、そのグローバル化っていうものにどれだけ影響してくるかっていうことを考えると、すごく大きな節目になるのかもしれないよね。そして、その中国の人たちにとっても、この度のことというのは、やはりどう考えても、根っこの部分でね、この国がこれで大丈夫なんだろうかっていう気持ちになると思うわけだよね。だから、強権によって全てを、すぐに決められるっていうのは、すごくあっさりしてさっぱりしてて、気持ちいいぐらいなんだけどね、パッパッパッパって決められるわけで、封鎖ってはパッと封鎖ねなんていう感じで、日本でそんなことできないじゃない。一応みんなの意見聞いて、こうでもない、ああでもない、こうでもない、ああでもないっていううちに、どん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 封鎖の話も遠のいてしまうような国でね。だけど、その強権でパッパッパッパってできるけど、強権でね、まあ、熱のある人をみんな、収容してしまうという話があるよね。で、そうなると、みんな、病院に行けば、その検査されるわけだからね、体温検査があるわけだから、あるいは、まあ、高層ビルが多いわけでしょ。で、高層ビルから出るということになると、その四方は固められてて、一つのところだけ出入り口があるとすると、そこで、やはり検査があるわけだからね。だから、そういうことになると、出るのも大変ってことになるね。で、まあ、宅配便が来るんだけど、宅配便は、中には入れない、絶対に。だから、外にその荷物を置くようなところ、ラックがあって、そこに置いていくっていうことになるわけだけど、そうなってくると、外に出て、もし、そこで、まあ、収容されることになってしまえば、そこから出られないということにもなるから、だからみんな、家の中に引きこもるわけだよ。だって、風邪なのか、それともそうじゃないのかっていうことは、その段階ではわからないわけだから、どちらとしても、まあ、生存率の高い方を選ぶわけじゃない、そちらの方は。ね。としたら、やっぱり家にいた方が安全ってことになるけど、でも、強権っていうのはこういうことだよね。だから、絶対に、そういうことはさせないと、探し出すっていうことになるわけだよね。で、すべての、部屋をね、全部チェックするっていうことにもなるじゃない。そうすると、まあ、そこで、まあ、考えるのが、じゃあ、解熱剤を飲め、解熱をすればいいんじゃないかって言って、お薬屋さんに行って解熱をすると、そういうこと分かってるから、上の方でも。じゃあ、その解熱剤は、薬局では売っちゃダメっていうふうになっちゃったわけじゃない。そんな話もあるよね。だから、強権っていうのは、独裁っていうのは、確かに気持ちが良くて、早くて、もう判断が早いよね。そして、本当にね、こう、中枢が動いてるっていうことで、ダイナミックに動く。だけど、一旦こういう具合に、バラバラにされてしまう、分断されてしまうことが、ウイルスっていう形で起きると、もうどうしようもなく、命令系統がズタズタになるわけでしょ。そして、じゃあ建物を、食べ物を確保しなくちゃいけない。それから、
流通を確保しなくちゃいけないって時に、そのトップ層がね、やってることがめちゃくちゃだったりするわけでしょ。例えば、援助物資がこう運ばれてきたらアフリカみたいにさ、途中で取っちゃうとかね、あるいは転売しちゃうとか、そんなことをする国じゃない。実際にそういう話結構聞くしね。だから、例えば、日本が、せっかくね、備蓄してたものを出したとしても、その段階で、それを受け取った人が、ちゃんと正確にそれを中国の人たちに分けるかっつったら、多分ありえない話だと思うよね。途中で消えちゃうと思うんだよ。それはどうしてかって言ったら、それを高値で転売した方が儲けられるっていうことを考えやすい国民性だからだよね。だからいかにね、やっぱり日本のその民主的なシステムが悪いとは言うけれども、ドギマギしててね、決まらなくてさ、で、くだらないことでさ、ああだこうだ、ああだこうだ言ってるけど、でもそれっていうのは、まだね、その自由が守られてるじゃない。そういう意味で言うと、すごく大きなことだと思うよね。で、グローバル化の最終形ってさ、恐ろしいのは、やっぱり一つの、まあ、世界政府っていうのがもしできるとしたら、そこが全てを司るということになって、国々で、まあ、基本になっちゃうわけだよ。一つの国がさ。で、こうしたいってもそうできなくなる。そうだな。一番簡単な卑近な例で言うと、地域性ってあるわけだよね。で、地域の特性ってあって、まあそこですごくうまく回ってたもの、例えば、僕らの住んでるところなんかは山際だったりすると、まあ雪が降るとね、そうすると、除雪車がずっと出てきてね、ローダーでこう帰ってくれるわけだよね。そういう設備もあるとする。だけどそれが、市町村単位だったのが、ポーンとね、要は、統合されていってるわけ、どん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 。そうすると、今度は自由が利かなくなるわけだよね。今までそれで良かったのに、ちゃんと回ってたものが、大きくなることによって、もうそこが支配するわけだから、そこから、出てくる命令は、もう本当に、そうだね、十把一からげの命令しか出てこないわけだよね。こうやれで終わっちゃうわけ。なぜかっていうと、そこに、その地域性とかそういうものを考えた、というね、そういう優しさって全然ないわけだから、だからそういうものが、日本で考えたってそういうのが、市町村合併とか、そういうのがあるわけだよね。例えば雪になって、それで、まあ、閉ざされた山奥で、まあ、今までだったら来てくれたものが来なくなる。で、一生懸命連絡してもね、もう部署がないんだよ。要は、統合化されて、そして、そこで人員整理されちゃうわけだから、あるいは、あっちこっちのね、働く場所変えられちゃうわけだから、そういうことになると、そのグローバル化っていうのがわかると思うんだよね。だから、道州制なんてとんでもないと俺は思ってんだよね。こうやって都道府県だけだって、いろんな、軋轢もあるし、まあいろんなことが起きるわけだけど、これ道州制にしたら、一つ一つがね、国家みたいになっちゃうようなもんでしょ。ってことは、まあアメリカの、州法みたいのがあって、アメリカの州と同じことになっちゃうから、それが日本に合ってるかって言ったら、これは合ってないよね。本当にオラが村、そして私たちの、町ってね。で、そういうさ、そういったその市民、そういったね、そういったその市民レベルでさ、考えてた、ものがね、それこそさ、よく言うじゃない。左翼の方々が言うのがさ、市民は立ち上がれとか言うわけでしょ。でも、彼らの考えてるのはどちらかと言ったら、十把一からげじゃない。要は、共産系の考え方でも、社会主義系の考え方でも、やはり上からの命令は絶対、聞いてくださいみたいな形になるわけだから、富のね、再配分ということになって、全部引き上げますよって。そしてそこから与えますだからね。そうなると、やる気もなくなっちゃう人もいるしね。競争っていうことを考えると、どういうことになるかなってことだよね。
それがあるから、中国みたいなところはもう資本主義みたいなものを取り入れちゃったわけじゃない。だけど、資本主義みたいなのを取り上げたのはいいけれども、民主化っつって、要は人々が自由に行き来するというところをどっかで制限してるわけだから、何か起こったときはね、キュッと締め付ける。あるいは、その運動をしてね、その体制に、まあ、十分危険だとみなしたら、まあ、そういうのを弾圧するっていうのはもう平気でやるわけだから、そうなってくると、その硬直化っていうのが生まれるわけだよね。で、この度の、まあ、要は混乱ぶりというのは、一人一人がね、やっぱり、信頼関係で生きてるっていう国ではないのがはっきりするわけだよね、こういうところでね。嘘ついてるのが当たり前みたいな国。だから、嘘つくのが決して恥ずかしいことではないということだよね。それで商売で成功した方が頭が良くて優れてるっていう国でしょ。すると騙し合いになるわけじゃない。だから騙し合いってことは、そこでリスクが生まれるし、そこで、金銭的なリスクも生まれるということだよね。だって、交渉がスムーズに運ばなくなるわけじゃない。そして、まあ、信用とか信頼っていうのが、どっかでね、思ってたとしても、それが履行されるってことは、限らないわけでしょ。法がちゃんと、カバーしてくれるっていう世界ではないからね。それは、世界的な、例えば、世界政府作りたいなんて人たちは、活動してるわけだよ、今でもね。例えば、二酸化炭素排出量規制なんていうのはあるけれども、あれほとんど意味がないみたいでね。それはどういうことかっていうと、地球温暖化っていうのに、CO2、つまり二酸化炭素が、邪魔になってる。非常に悪になってるということを言うわけだよね。でも二酸化炭素って絶対量が少ないんだよ。酸素とかね、窒素とか、そういうものに比べれば絶対量がないわけね。で、その影響力もね、非常に少ない。だって、まあ、言っちゃなんだけど、これ別の話でもするけど、人間が活動してやってることって、すごいその炭酸ガス出してるよっていうか、人間が炭酸ガスでもできてるってことだよね。変な言い方だけど、人間が体を分解するときっていうか、例えば人間がいらなくなったものをね、排出するときって、例えばトイレ行って出すものだけじゃないんだ。そのゲップで出すものもあるし、それから、ね、おならで出すものもある。それも実はその人間がその細胞単位で張り替わるときに出た老廃物を出してんだよ、それって。で、人間はだから炭酸ガスにだして出す場合もあるし、そうやってカスとしてね、出す場合もあるけれども、そういうのを考えると、本当にね、人間ってうまくできてるわけなんだよね。で、そういう仕組みを考えると、動物もそうやって炭酸ガスを出してるわけ。そして火山もそう。火山も炭酸ガスを出してる。もう一つの火山がさ、噴火したらさ、それこそ世界の生産量の、もうと同じぐらいね。一年分、すぐにすっ飛んじゃうぐらい、火山は出すんだよ、そういうことをさ。そうしたらどうなわけ？もう地球は滅んでるじゃん。でも滅びないってことは、炭酸ガスがどちらかって言ったら希少ガスに近いんだよね。つまり、この地球温暖化のね、最初って、まあそういう話になっちゃったけど、地球温暖化の最初っていうのは、そのゴアさんっていうのがいてね、アメリカの大統領候補だった、ゴアさんだけど、その人が、不都合な真実っていうのを言ったわけだよね。その中で、実は、炭酸ガスが出るのと、それから、気温にはね、相関関係ありますよってわけね。グラフを一緒にすると。で、そういうことを言ったわけ。で、それはどういうことかっていうと、どう間違ってるかってことを、見てみると、そのグラフを詳しく大きくしていくと、炭酸ガスが排出されて、そして逆に気温が起きてるってよりは、気温が高くなるから、炭酸ガスが排出されてるっていうふうになってるわけよ。
実際のそのグラフでは。で、それ言葉のあやだよね。だから両方に相関関係ありますって言っちゃったわけだよね。でも、実は相関関係ないんだよ。それはなぜかって言ったら、気温が高くなると、水の中に含まれてる気体は出されていくわけ。水。つまり海水に含まれているガスも出されるわけ。その時、炭酸ガスっていっぱい吸い込んでんだよ。酸素だけじゃない。炭酸ガスも海水の中含まれてる。それが気温が上がることによって、それが排出されるってことだよ。だから炭酸ガスと、炭酸ガスがどうのこうのじゃないんだよ。じゃあ何が原因になってるかって言ったら、雲の数によって、雲が遮蔽することによって、水蒸気上がるよね。雲が遮蔽することによって、温まってくる、あるいは冷えてくるっていうことが起きるとすると、そっちの方が影響が高いんだよ。それが、なんでね、じゃあこういうことを言い始めたかって言ったら、イギリスからそういうことを言い始めたのかな。その頃はサッチャーさんっていう人がいたよね。で、炭酸ガスが悪いんだということを言い始めたわけだけど、この炭酸ガスの、あの、に、で、利益を得てる人たちがいっぱいいるわけだよね。例えば、中国なんかすごく炭酸ガス排出量のことでね、利益を得たわけ。なぜかというと、中国は後進国であり、だから炭酸ガスについてはね、免除ということになったわけだよ。それで、日本が、要はね、炭酸ガス、日本も排出量少ないにもかかわらず、いや25%とかね、20%排出を、やめますというようなことを言った、ハトさんって言ったよね。ハトさんかな？で、ヤマさんかな？そういう人いたよね。で、そういうバカなことをしたわけだよね。京都議定書なんかをこう発行してね、そういう、もう率先して、日本をダメにする方向にしたわけだよ。もともとない話、そして排出権っていうものを買わなくちゃいけなくなったわけ、日本は。で、世界的に見てもそうだけど、排出権規制というのがあって、で、免罪符としてそれを買えば、OK ってことになったわけ。そこで金が動いたわけだよね。その金が何に使われたと思う？例えば、中国は儲けたよね。8兆円ぐらい儲けたのかな。だって後進国だからそれしなくてもいいんでしょ。で、世界政府っていうものを創設するための基金として、そういうものが扱われるようにもなったわけだ。何に、だから、それが使われてるかってことを考えた場合に、みんながこぞってね、炭酸ガス怖いね、みたいなことになっていったわけだけど、炭酸ガス一つ取ったってそういうことでしょ。それで今、非常にね、気候が不安定になってるっていうのも、一説にはね、これはまだ確認できないんだけど、地軸がね、ゆるゆると動いてるっていうかな。こう、味噌すり運動ってあるじゃない？軸がさ、地球の軸があるとすると、それを中心にして回ってるのが、コマのように、ブレてくると、味噌すりって言って、少しずつ少しずつこう、回るようになるんだよね。で、その時に、その気候が変わりやすくなる。そういう現象があるんじゃないかって言ってる人いるよね。で、俺もそうなんじゃないかななんて思うわけよね。非常に急激に寒さが来たり、急激に暖かさが来たりって、変じゃないみたいな感じがあるわけだけど、これはもう俺の私見でしかないけどね。でもそんな風にね、世の中を全部グローバル化するっていうのは、そういう方向に動いてたわけだけど、でもどう考えたってさ、なると思うよ。それは、その世界政府がどうのこうのになるとは思うけど、なったとして、でもそれが続くかどうかっていうのを考えたときに、不都合ができるよね。すべて物流を自由にすれば、それは儲けることはできるよね。その資本家っていうのは儲けることできる。でも、それによってさ、弊害って必ずあるんだよね。それは地域性ってものでもあるし、一人一人見てみればね、やっぱり国民一人一人、働き方が違うわけだよね。で、ここにあるものが便利だと思えば、さーっとそこに行くわけじゃない。それが今のヨーロッパの姿でしょ。
で、その元いる住民たちのと圧力、圧力がやっぱり出てくるわけじゃない。それはもう中国も同じだよね。もう昔だったら中国の国内で、まあ、動けるか動けないか分かんない程度だったのに、お金を持つことによって世界に出ていけることができて、それで中国の人たちはみんな世界中に散っていけるようになったわけじゃん。で、それは研究者になったり、それは観光客になったり、そしてお金を落とす人たちになったりはしたけれども、でも本当にそれが世界に貢献してるかって言ったら、どうなんだろう、ちょっと疑問があるよね。それは旅館とか、それからそういうお商売をしてる人たちには良かったかもしれないけど、でもそのことによって住民との圧力が起こるというのは文化的な違いがあるからだよね。文化的な違いってすごく大きくって、そこで培われたもんだから、いいとも悪いとも言えない。だけど、それが他のところに行った場合に、必ずそこを軋轢ができるわけだよ。だって、その逆でさ、そこの引き受けた国の中でね、ちゃんとしたルールがあるわけじゃない。それとの混ざり合いがあるわけでしょ。気温だって、あったかいものと寒いものが急に混ざり合ったら嵐が起きるよね。それと同じように不安定になるんだよ。だから、たとえ、まあ、世界政府ができたとしても、それが長続きするとは思えないのは僕の私見だけどね。まあ、要は、そんなにね、単純に、だから、例えば、大憲法法っていうのができて、小さなところはみんなシャッター街になったと。そして大店舗は儲けるけれども、売れなくなったなと思ったらすぐ引き上げるわけだから、そうすると地元のシャッター街で買い物してた人たちがみんな大店舗行って、あ、便利だ、これはすごくいいねって言ってやってたけど、それがいなくなった途端に行って、前なんだった、ダイエーだったかな、どんどん潰れたよね。で、その時に、で、その時にさ、利用できなくなった人たちっていうのが、まあ、困ったわけだよね。で、首都圏でもそうだよね。やっぱり、いろんなね、物を売ってるところっていうのが、そうだな、流れができてしまうのはもうしょうがない。それは、商売だから、仕事にならなければそこにはいられなくなるっていうことにもなる。だけど、大きな意味で空洞化が起きちゃうと、そこは疲弊していってしまうってことでしょ。で、今は、まあ、中国っていうのはそれだけやっぱり、アゲアゲムードでね、イケイケムードで来れたわけだけども、それは、まあ、世界からそういう受注を受けることによって成り立ってきたわけだよね。でも、そこで信頼関係ができるかって言ったらそうではないのは、中国の国内をそれで整備していかなかったからね。あ、それは、街の綺麗さとか、監視カメラの多さとか、それから、流通のね、スムーズさっていうのは、それはまあ、日本なんかに見習って、いろんなことをもう取り上げてきたわけだからね。日本から、学んできてるわけだよね。だから、そのままそれを移行させてるし、電子産業がすごいっていうのも、これもアメリカの、力だよね。そのアメリカの技術者とか、アメリカの考え方を、いろんな、そうだね、留学生を送り込んで、それを仕入れて戻ってきただけの話であって、そこに自国で何かを開発して、そこで何かを生んでいくっていうものは、まあ、中国じゃなかったわけだよね、残念ながら。で、そういうことになると、一旦経済が傾いてくると、まず不満が起きるということもあるけれども、要は立て直しが効かなくなるわけだよね。次のだってムーブメントで自分たちで持ってないし、それからもっと売るってことになると、もっと奪わなくちゃいけなくなるでしょ。情報でも、それから商品作るにしろ、それから科学技術にしろ、軍事技術にしろ、みんな外国頼りだよね。で、そういうものを、もっとたくさん仕入れなくちゃいけないっていうと、もっとえげつなくね、そのスパイを送り込まなくちゃいけないとか、いろんなことになってしまうと、結局ね、国内で何かを生むっていう考え方がなければ、人から奪うっていうことになるわけだよね。これは昔の覇権主義だよね。
だから例えばイギリスが昔インドでやったちょっとことがあるんだけど、インドって結構製麺業っていうかそういうの上手だったんだよね。で、織物とか上手に作ってたわけだけど、それをね、まあ、要は、まあイギリスが仕入れると。で、それを製品にして、売るということになってたわけだけど、でも、インドの中でも、自分らでも作っちゃうわけでしょ。まあ、日本で言えば、まあ、いろんな織物なんかは日本の中でも作れるわけだよね。で、イギリスがやったことは、日本ではそういうことしなかったけど、イギリスがインドでやったことは、その職人の手首を切っちゃったわけだよね。そういう事実があるんだけど、そういうことをすることによって、そこの技術はもうイギリスが盗んじゃうわけだよ。で、イギリスの中でそれを生産して、インドは単純に、まあ、原材料を供給する国ということになってしまって、その頃だけどね、今じゃないよ。その昔だけどね。で、結局、インドはイギリスのために働くことになって、要は、イギリスの生産量の半分ぐらいは、インドの儲けで成り立ってるっていうようなことにでもなっていったわけだよね。まあ、もうイギリスはその頃はたくさんの植民地持ってたけど、その中でもインドは優良なね、そういう場所だったわけだよね。だから、例えば、日本が、例えば、まあ、太平洋でね、戦う分には構わないわけ。アメリカと戦ってくれれば別にいい。だけど、それがインドシナをずっと降りてきて、そしてインドに入るってことを非常に恐れてた、イギリスはね。で、シンガポールってところがあって、まあ、そこを、例えば、日本が、攻撃したときに、イギリスの、艦隊を潰しちゃったわけね。主要な戦艦を沈めてしまったということと、それからイギリスの、基地にあったスピットファイアとかそういう戦闘機あったけど、日本の、飛行隊にはかなわなかったわけだよね。そして、まあ、日本の電撃というんじゃないけど、まあ、ジャングルとかいろんなところがあるところってのは、車はうまく通れない。そこを自転車でどん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 、近隣部隊って言っていったわけだよね。そして、陥落しちゃうわけだよね。シンガポールが。だからもう、その後、ずっとタイ、それからビルマって言って、それで、死の行軍なんて言われてるけど、インドに入ろうとしてたわけだよ、日本がね。で、それを、阻止したのはもちろんイギリスだよね。だけど、その時に、まあ、インドっていうところの、インド人がね、その日本人と交往してたところがあって、そのイギリスを後で疲弊させることにもなるわけだね。で、それはガンジーの力ではないわけなんだよ。ちゃんとね、軍人みたいなのがいたわけだよね。それと日本軍っていうのは、まあ、結びついてたから、なぜかっていうと、日本は、なぜね、優しいんだよね。だから、駐留したところで人のものを盗まないとかね。そういうのは日本発信なんだよ。で、ほとんどのところがね、現地調達するためにすぐに奪っていったっていうような感じがあるわけだよね。で、それは日本軍はそれをやってしまうと、統治しにくいということで、それをしないようにして、そして進んでいったわけ。だから、進みが早かったんだよね。なぜかと言ったら、その現地人が受け入れるわけだよ。前へ統治してた人間よりも優しいってことになれば、ずっと進みやすいじゃん。それは中国国内でも起きたし、それから、そういう東南アジアでも起きたわけだけど。で、もしね、日本がそっちの方、インド自体にずっと行って、中東どうのこうのってことになって、スエズ運河を抑えてしまったら、そのヨーロッパは首の根っこを、まあ、抑えられることにもなったわけだよね。ただ、イタリアはあんまり頑張れなかったから、そこまでいかなかったけど。だからね、歴史ってさ、そういうところあるわけだよね。だから、何のためにやってるか、まあ、例えば戦いをやったかっていう、その意味合いとかね、そういうのもあるわけだよね。それはもう本当に資源確保とか、そういうこともあった。で、労働者が、働けなくなるっていうのはすごく大変なこと。で、今、まあ、話を戻せば、中国国内でいろんなものが封鎖をされてしまうと、
その自由闊達なその仕事ができなくなるわけだよね。そうすると、まあ、中国のことだから、まず情報を制限するだろうね。だから外国の特派員なんかはもう絶対入れないみたいになるんじゃないかな。また先祖返りで、共産主義を、まあ、標榜するようになるんじゃないかなと思うわけだね。それはもう、逆言うと、まあ、習近平の望む方向だよね、それってね。強権によって抑えるっていうようなことになるのかな。でも、習さん自体、怖いところは、だから国民が、もうそれにも、ほとんど気がついてるも人たちもいるとすると、変わらざるを得なくなってくるっていう圧力もあるわけだから、中国という大きな国でね、やっぱり、取り回しが効きにくくなってるわけだよね。大きな国ってそれだけ大変なんだよね。日本ってサイズ的に言って、本当にね、良かったなっていう思うのと同時に、まあ、日本って山ばっかりあるねなんて言うけど、その山があるからきれいな水が取れるわけでしょ。ヨーロッパもそうだし、それから中国なんかでもそうだけど、とうとうと流れる大河があるけど、その色見たらね、こんな日本みたいに澄んでないよ、水は。そしてすぐ飲めるようなね、状態でもないし。それともう一つは、日本は技術が結構発達してるから、それをね、もっと浄化して、もっともっときれいにするとかね、そういうことをやってきたわけなんで、もう空気とか水とか、そういうのってすごく大切でしょ。そういう意味で言うと、日本はすごい資源立国じゃないの？それに対して、お金そんなには払ってないじゃない。でもそれも、その水資源というのも、まあ、その中国なんかがこう買おうともしてるし、それからフランスなんかはその日本の、その日本が一生懸命ね、こうやってきた、その技術っていうんじゃないけども、その国営でね、培ってきた技術をそのまま受け継いで、それでフランスが、まあ、資本を奪ってしまったわけでしょ、今回ね。で、そんなことで、まあ、日本を空洞化させようっていう力はすごく多いわけだよね。日本が一生懸命作ってきた技術、例えば新幹線なんかも、結局、自民党の重鎮である人、まあ、すぐにわかると思うけど、新幹線を売った人だけれども、その人が、まあ、そのうちね、動画にしてもいいけど、まあ、JR も、まあ、最初は反対してた。だけど、その中を、まあ、賛成する人たちが、駆逐したのかな、ということで、それを、まあ、中国に売る、最初は新幹線の完品できたものを売るっていう話だったのが、いつの間にか技術付きで売るっていうことになっちゃったわけだよね。そしたら中国のことだから、もちろんそれ、もっけの幸いでさ、どん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 その自分の自国のものにしてしまうわけだよね。しかも世界特許を取るわけでしょ。東北新幹線の技術で世界特許を取っていくわけだよね。そうしたら、世界に打って出るっていうのはもう分かってんじゃない。で、最初は、だから日本は、すいません、お願いだから、中国国内だけでそれは使ってください。世界に売るようなことしないでくださいって言ったけど、そんなこと聞きゃしないよ。それで、中国は、まあ、世界に売るようになったわけだけど。でも、基本的な技術っていうのは日本であって、日本がすごく苦労して作っていたもんだから、それを中国で改良することがなかなかできない。しかも部品は、日本の部品、例えば、車両の下の車輪とかね、それからネジとかいうのは、日本でしか、もうその、そうじゃないと緩んじゃうからね。緩まないネジとか、そういうのは日本じゃなくてできなかったから、まあ、そういうものはもうどうしようもなく、やっぱり日本のものを使うしかなかったっていうふうに、要は自国で何かを作る、あるいは改良する、そしてやるっていうことじゃなくて、人のものを取って、そして回してきた中国の歪みっていうのがここで出てきたことなんだよね。つまり、人のものを取っていいっていうことが、もう中国人の隅々までそれが行っちゃってるわけ。上の人が、だから、俺は公なんだから、公の仕事をしようって言って、一生懸命きっちりとね、仕事をして、それは効率化とかそういうんじゃないかもしれないけど、地道にやってると、下もそれに準じるところもあるわけじゃない。いくら中国人といえどね、
だけどそうじゃなくて、上ずるっこしてるねって、じゃあ、うちも、俺もずるっこしたっていいじゃんみたいなところがどっかにあるわけだ。日本でもそんな考え方の人たちが出てきたよね。なんか日本が、やっぱりがんじがらめじゃない、いろんなところからやっぱ制約受けてて。で、そういうところで、あるいはね、日本の技術をどんどん売る人がいたり、それから日本の、会社を売る人がいたりね、して、今見てみなよ。トップ層に日本人いないからね、ほとんどね。で、そういうことを考えると、日本やられてるけど、でも日本がすごいところは、下の草の根がね、やっぱり腐ってないんだよ。変な言い方だけど。だからこれからどういう具合になるかって言えば、単純にグローバル化ってのはうまく進まなくなるんじゃないかって俺は思ってるんだ。今日はこんなところで終わります。長々すいませんでした。終わります。